えー、僕だったらどのように授業で使うかということですけれども、えー、本体にある記述問題ですがこ、えー、これについいてどうう、えー、取り組ませるかということですねやはりあのまず予習をしっかりしてきてもらって、えー、自分でどうやってこの長文を解いたらいいかなどうやって読んだらいいかなっていうことを意識づけさせたいと思います。えー、そして 授業の中でやはり生徒がつまずきやすいポイントを丁寧に指摘してそしてゆっくり読んだらしっかり理解できるっていうことを伝えたいと思いますえっと次に音声の利用方法についてなんですけれどもまあ僕の場合はですね長文指導であっても音声を非常にたくさん使いますえ今回プラクシスでは本文を音読した音声が QR コードを使って気軽に再生ができます えー、そして生徒が聞き取りやすいような非常に綺麗な英語で読まれているので、えー、例えば、えー、学習で一回こう長文読んでまあ文字だけでこう得られる情報だけではなくてその文字で読んだ情報をもう一度音声でで確認させたいんですね、えー、なので今回その音声教材を使って長文を見ながらでいいので例えば「リピーティング」。 オーバーラッピングそしてシャドーイングのような活動ですね本文を見ながら聞こえてきた音声をそのまま真似するっていう活動なんですけれどもこれらを通してまあよりリアルにあ英語長文ってこんな発音で読まれてるんだっていうことを知ることができる英語長文がリアルなものののととしてて生徒の頭の中に入ってくると思うんですねやはり言語というのは音声から生まれたものですので文字は後付けなんです。したがって音声も一緒に 英語長文と一緒に学んでほはい、えー、続いて、えー、プラクシスを使った語彙学習のやり方なんですけど、まあ、授業で使うんだったらそうですねエクセルで語彙リストが提供されているのであの多分ね単語の小テストとかで、えー、非常に活用しやすくなると思います。えー、というのは1回英語長文として、まあ、読んでおいて。 えー、こんな意味なんだなっていう内容を把握したものからもう一度単語テストを受けることであこんな意味だったよねっていうことを思い出したりあるいは逆に、えー、意味から、まあ、日本語から英語を書かせるような活動をしてもいいかもしれません。あるいは語彙リストを使ってて予習として えー、生徒に先に調べておいでとか分かる単語分からない単語を、えー、きちっと自分でチェックしてきてねみたいなことを伝えた上で授業で長文を使っていくこのような使い方もできると思います。 つまり、えー、従来の単語学習っていうとやっぱりどうしてもあの単語帳を使って羅、まあ、列単語の羅列で学習していかなきゃい,かない,いけないんですけれどもその多くの場合ですね単単語語帳の単語ってあんまりり深いいつながりはながはんですね例えば、えー、ジャンルで分かれているあるいは、まあ、語源で分かれているとか、えー、近い意味で分かれているとか、えー、そういったつながりしかないんですけれどもプラクシスに出てくる語彙リストは ある一つのまとまったストーリーの中で使われた単語ということでこれが一番単語の結びつきとしては強いものだと考えていますまた第二言語習得理論の、えー、ま学問的な観点からいっても、えー、長文の中に出てきた単語を学習するというのが一番定着しやすいと言われています、えー、ですのでまプラクシスにある語彙リストを使って えー、語彙学習をさせるっていうのはかなり有効なんではないかと考えています。